どうも。今回はですね、夏の特別企画と題しまして、我々が所持している心霊写真の方を皆さんに見ていただければなと思いまして、大変ちょっと衝撃的な写真も含まれている可能性もございます。なのでこの動画を見てですね、まあ自分の身の回りに起こったことですとか、怪奇現象が起きた場合ですね、私たちはちょっと一切の責任は取ることはできませんので、見る前にあらかじめ自分の責任というか自己責任でこの動画を見続けていただければなと思いますので、そこら辺はご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ僕ら YouTuber というものはですね、時間帯が夜の生活が多いということから、まあすごいこの心霊でいうとこの夜の時間がすごいね、牛蜜時とか言いますけども、そういう時間に生活してる分ちょっと映り込みやすいのかなと。たところなので持ってきてもらいました。まあ、それをちょっと見て、行きましょう。よろしくお願いします。では僕から紹介したいと思います。この写真はですね、僕が友達と旅行に行った時の写真でございます。お願いします。ボートあれ、いやー結構がっつり、あーうわいるな。これなんか一瞬なんか水死体みたいな感じかもなというのがあるんですけども、まあ寝ているというか、うわくっきりね、苦しそう。いやそうなんですよ。うわ出てるな。まあ、わかんないですけど、読み取れるのはちょっとなんか酔っ払っちゃったのかなっていう、それでなんかで、なんかあの店員さんに酔いつぶれてトイレから出なくなって、こう追い出された時の光景。ああ大変だった、つらかったんだよ、ね、多分記憶はないと思いますこの方。そっか、じゃあお酒に溺れてるっていう。そうですね。でもそれが怨念として出た感じは、かわいそうだね。でもなんかありますね。準備してほしい。はい、でこれとはまた別にですね、他の写真にもなんか似たようなというか、なんかこれがちょっと怖くて、別日に撮ったんですよ完全に、これも見ていただければと思うんですけど、こちらなんですよ、ね、ラーメン。ラーメンじゃないでしょこのこれは、あーうわ先ほども言ったんですけど、飲み会というワードがあったことですけど、やっぱちょっとやっぱこの方的にはやっぱ締めたかったっていう強い念がこのラーメンに出てしまったのではないかな。まあ個人的には食べれたのかなこの方は。どんな、いや食べれてないでしょ。食べれてないからあれか、食べたくて出てきたのか。やっぱ一番わかんないですけど、この方が好きな煮卵の位置にちょっとあそうっすね、ある食べたかったっぽいですね。あんまりラーメンと霊っていうのはまあ、マッチしないんですけど、こう出ちゃったっていう、よほど食べたかったのかな、まあ、ミッキーにも見えなくないかなっていうネギがね、わかんないですけどね。まあ、確かに、はい、ツイートの写真ですね。これは何かわかんないですけど、僕のフォルダ、携帯のフォルダに何か撮った覚えない写真があったなと、いうことでよく見ると、なんかいたなと。あー、写っちゃうんだ、そういうの。え暗いね。えうわくっきりあんまり見覚えのない顔なんですけど、うーわでこれ足の裏、ちょっとこれだけじゃ分からないと思うんで、まあ、顔は確認できるんですけど、人物像をちょっと分かりやすくするために明度を上げてみました。こちらをご覧ください。あすいません、これ間違えました。その明度を上げるとこ間違えました、すいません。あれちょっと待って、はい、何これ、パンティー、ちょっとやめてください。決めました。やめてください。あ、ブラか。決めました。ちょっと。え？間違えました。はい。え？え？いるね。これ。よくわかんないですけどね。女性だね。間違えました。あの明度上げるの間違えました。こっちですね。やっぱこうなってますね。やっぱり。ああ、でもいいんだよなこれは別に。はい。これどうでもいいんだな。ちょっともう一個。いやいや。もう一個の本もらっていい？これじゃないな。いや、ここミスの子なんで。いいえ、ちょっと、え？どういう状況？心霊、映ってますね、やっぱね、ここね映ってますけど、タバコも吸ってて、あ、一服だこれ、あれ？五の一服だ。ちょっと怖いなという。居酒屋のセフレ
違う、うん、なんか声聞こえた？いや、わかんない。そう言ってないよね。言ってない。不可思議すぎて、うん、ちょっと説明できないです。あ、そうか、フォルダに勝手に入ってたんで。そっか。続いての写真です、うん、ケメロジさん撮ったのかな。おお、俺が撮った写真。はい。え、そう、俺です。あれ、あ、俺を、あ、俺を撮った。あれ、俺のこれ一瞬僕、ケメロジさんのプリント T シャツかなと思ったんですけど、うんうんうん、これ、持ってないですよね、この柄。いや、持ってないね、これは。え、なにこれ。わかんないですけど、え、わかんないですけど、多分これピン芸人時代の地獄の、あー、ゲーの、多分なんかわかんないですけど、大きい声出してくれ、はい、みたいな時代の、なんか風の噂、聞いたことあるよ、うん、風の噂だと元気マンっていう、でも滑って死んだみたいな、はい、なんでやっぱついてるんですよ、やっぱこう、うわー、そっか、あんまり白黒じゃないですか、例って、でもやっぱカラーがあるんで、非常に怨念が強い、本当に、うわなんかもう目がもうガンギマ、いやでしょ、これもう本当死ぬ直前やな、多分。だからちょっと肩とか大丈夫でした。いやでも俺この絵覚えてるわ、なんか重いなっていう、重いんだ、気はした、うん、なんか冷たいし、ちょっと、うん、消すにも消せないというか、消すのもさしてくれない感じが、そうだね、したかなと、あんまりいじれない方がいいな、ちょっと、まあ、見ていただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱ霊っていうのはそういう幸せな時に出てくるものなのかなと思ってて、まあ、それが顕著に出たのかなと思ってる写真なんですけども、ちょっとこちらになるんですけど、あ、結婚の時だね。いや、見たことあるよ、この写真。婚姻届け出した時に、いや、僕もね、出した時は気づかなかったんだけど、え、全然わかんない。いる？ハッピーな幸せだけどね。ちょっと、え、風船、いや、そう、顔かも、その、友達からもらったバルーンに、なんか、はっきり、うわ、顔だよね、目で。やった、え、誰こいつ、うん、ちょっと、さっきあの、明度上げたって話あったんで、はい、ちょっと急いで僕も明度上げてみたんですけど、まあ、ちょっと上がりきれなかったんだけども、いや、やっぱね、なんかこの日も、うん、なんかいまいち婚姻届が書きにくいなとか思ってて、あ、うわ、なんか見たことある人だな、そうっすね、うん、やっぱバルーンって怖いなと思って、いや確かに、特になんか怨念強いというか、お前だけ幸せな気持ち、うーん、まあ、なんか、彼は報われなかったのかもしれないよね。怖っ、怖いわ。本当にね。あんまり直視できない、これ。いや、気をつけた方がいいと思います。そう、お焚き上げした方がいい。いや、かもしれないですね。一刻も早く。うん。次もなんですけど、まあ、なんでここにっていうのがあって、で、1年前ぐらいかな、多分1年ちょっと前ぐらいの写真なんだけども、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、あー、スプラッシュマウンテンだね。あー、なん、あ、なん、え、え、どれ、え、え、なんこれ、え、でも、え、ピースし、あ、え、なんか、いや、ちょっと目があんのよ、あら、あら、え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 、あ、ほら、え、スーツ着てる、これ、なんか、え、あ、いや、で、で、ちょっと待ってね、この後にディズニー行ったこの写真なんだけど、なんかやっぱフラッシュ隊ってやっぱあのシンデレラ城撮りたいみたいなって撮ってみたらしいんだけど、やっぱフラッシュ撮るってうわっすね、あ、なんかもういや、やっぱりいや、なんかちょうど1年前ぐらいなのよこれを撮ったのが、お月様じゃないよね、なんか違うわ、いね、丸いけど、これも坊主、いや、坊主で、なんか怨念ってよりはすごい申し訳なさを感じるみたいなのよ。そっか、なんか見てもらったんだけど、その、うん、霊媒師みたいな方に、うん、なんかすっごい申し訳ない気持ちを感じるんだよねって言ってて、これディズニーとかもなんかもしかしたら関係あんのかな、なんかね、場所に出たっていうことは、1年前ぐらい、そっか、1年ぐらい前からなんかすごい出るようになってるみたいな、うん、あー、そっか、なんか1年後だからいいじゃんともなんかもういいんじゃないみたいな、まあ上手できたんじゃない、でもなんかこの写真に写ることで、そうだよね、いや、いいと思う、頑張ったよ、ほんと、いや、ほんとに、ありがとう、ありがとう
ありがとう、よくわかんないけど、まあまあまあ、そういう感じかな、いや結構、まあ、これはまあいいかまあ一応かな、まあまあまあ、これも同じ例だと思うんだけど、やっぱ幸せのとこにやっぱね、そうだね、結構主張がいや、やっぱ強いんだね、なんかなんかちょっと守護霊みたいな気持ちもあると思う、あるとは思う、見てるぞと俺は、うん、うん、楽しんでるのはいいけど、そう、なんか守ってくる、この二人を守ってくれてるのかなと思うんだけどね、凛々しいね、きちんと決めてね、そう、うん、まあでもなんかちょっと前向きになれる写真かもね、そうですね、うん、うん、多分ね、これはここのね、家、今はここだったり、うん、この家で撮影した時写真なんだけど、なんか一瞬あれ普通に見えんだけど、普通に見えんだけど、うん、よく見たら全然なんか違うもの映ってて、違うもの、そう、なんか俺もちゃんと見ないとわかんないんだけど、うん、これなんだけどさ、ちょっと待って、これほら、そこには我々の想像をはるかに超える写真があった。だけどさ、ちょっと待って、これほら、ゆっく見たらさ、ほら、なにこれ、いやだからだ、ライオンになってんだよね、あ、獣、そう、これ獣、ライオン、あ、これライオン、ライオンキングってこと、そう、ほらちょ、まあ、男性器かな、え、これ、モザイクとかじゃなくて、そう、モザイクとかじゃなくて、そう、え、これ、スタンプとかじゃない、いや、違うんだよ、ちゃんと、え、この方の、わかんないですけど、うん、この方のこういう、なんていうのかな、アーティスティックな毛の処理というか、いやー、アートで毛をしてないの、そう、で、思ったね、俺も初めはそういう風にね、やってるのかなと思ったけど、恨みというか、まあ、その、この人の陰部を刈り取るぞ、みたいな、みたいな、まあそうだね、もう被害者出さないぞみたいな、そうかもしれないね、ちょっと無念なライオンの霊がついてるなっていう、別の日ね、俺サファリパークに行ったのよ、え、ちょっと待って、サファリパークに行って、で、ライオン、何の気なしにライオン撮ったんだよね、うん、そう、それライオン撮ったら、結局そのライオンのところに、え、なんか顔になんか、かかってんだよね、何これ、なんかよく見るとダメダメダメ、これ陰部かなって、いやさこれいいわけないって、ちょ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 、これは無理だよ、ちょっとちょっと、いやいや、これこれちょっとこれだから入れ替わったの、入れ替わったの、これはダメよ、これどうせれるか、お前おい、逆はダメだろ、お前ふざけんな、お前そりゃそう、これ作っとったんかよ、お前ふざけんな、お前などういう気持ちで作っとったんかい丁寧に切り抜いてね、お前、ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで最後にペッチ、はい、夜寝るときに耳元でなんか、うわ、なんか気持ち悪いささやきがあった、なんて言われた、意味はないけれどむしゃくしゃし武勇伝だ